ボイラー技師とは、労働安全衛生法に基づく日本の国家資格の一つで各級のボイラー技師免許試験に合格し、免許を交付されたものを言う。空調、温水ボイラーの操作、点検を業務とする。二級技師で、すべてのボイラー取り扱いができるが、作業主任者は各級の技師が必要になり、労働基準監督署に各種申請を届ける必要がある。その他に、 ボイラー整備士とボイラー溶接士がある。労働安全衛生法第61条では、事業者は、政令で定める一定の業務については、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者または、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う、当該業務に係る技能講習を終了した者その他、厚生労働省令で定める資格を有するもので、なければ、 当該業務につかせてはならないとしている。そして、就業制限にかかる業務の一つとして、労働安全衛生法施行令は、ボイラーの取扱いの業務について、就業制限を設けており、当該業務については、労働安全衛生施行規則により、特急ボイラー技師免許、1級、ボイラー技師免許または2級、ボイラー技師免許を受けたものでなければ、 当該業務に就かせてはならないとしている。なお、労働安全衛生法施行令第20条第5号で定められた、小規模ボイラーの取扱いについては、ボイラー技師の他ボイラー取扱い技能講習を修了したものについても取扱いが認められている。ボイラー技師は、病院、学校、工場、ビル、機関車、銭湯地域熱供給などの様々な場所で、 資格の必要なボイラーを取り扱い、点検、安全管理を行う技術者である。近年、ボイラー技師資格の必要のないボイラーを呼びたような熱源設備が普及してきている。そのため多くの現場や企業では、ボイラー技師の資格を事実上、知識や技能を証明する検定試験的な捉え方をする場合が多くなっている。熱源を用いる現場においては、 法的に資格が不要な設備であっても、免許所持者を求める傾向は根強いものがある。なお、正式表記については、上記のように、丸球は全知され、また、表示環境が縦書きか横書きかに関わらず、の部分は三様数字でなく関数字を用いる。Q の区分に関わらず、すべてのボイラーを取り扱うことができる。ただし、取扱者を統括する。 立場の作業主任者に選任されるには、次の区分に応じた旧の免許が必要となる。中1ボイラー及び圧力容器安全規則第24条第2項による電熱面積の合計とは、中2小規模ボイラーの定義職業訓練指導員、特急ボイラー技師は試験の受験資格が与えられると、ともに学科の一部と実技免除、一級ボイラー技師は、 同試験の受験資格のみが与えられる。社会保険労務士特急ボイラー技師試験合格者は受験資格。第1子圧力容器取扱作業、主任者ボイラー技師は専任資格。建築物環境衛生管理技術者特急ボイラー技師は免許取得後1年以上、1級ボイラー技師は同4年以上の特定建築物での実務経験により、 登録講習会の受講資格。免許を受けることができるものは、試験合格のほかに、実務経験が必要になっている。ボイラー実技講習修了証ボイラー取扱いの実地収集、実務経験を有しない者等が2級、ボイラー技師免許の交付を受ける場合に、その前提として必要となる法定講習。都道府県道道局長登録講習機関が、 定期的に開催している。日程は3日間。ボイラー取扱い技能講習とは異なり、この講習を受けただけでは小規模ボイラーや小型ボイラーを扱うことはできない。あくまでも2級、ボイラー技師免許の交付要件を満たすための講習である。ボイラー実技講習は2級、ボイラー技師免許の交付において、ボイラー取扱いの実地収集。 実務経験を有しない者等を対象とするもので、2012年3月31日までは受験資格要件の一つとして定められていたもので、あるが、法改正により、2012年4月1日以降は免許交付要件の一つに改められている。登録講習期間、編集北海道労働局は2団体、青森労働局は4団体。 山梨労働局はなし、その他の都府県労働局は、それぞれ一団体のみ登録。うち日本ボイラ協会刑事支部は、京都労働局長及び市が労働局長の、同岡山支部は、岡山労働局長及び鳥取労働局長の、同広島支部は、広島労働局長及び島根労働局長の、同福岡支部は、福岡労働局長及び長崎労働局長の、登録を受け、 それぞれ二つの府県で講習を実施している。講習科目、編集添加燃焼の調整付属設備及び、付属品の取扱い水処理及び吹きなし点検及び、異常時の処理蒸気は法令上の順序であって、実際の講義順序は、講習地ごと、あるいは講師の都合等により変動する。蒸気の科目は、座学が主体であるが、概ね最終日に四時間程度実施される。 ボイラー設備の見学、装置操作の疑似体験等も含まれる。筆記試験等は課されない。特急、1級、2級,級ボイラーの構造に関する、知識ボイラーの取り扱いに関する知識燃料及び燃焼に関する知識関係法令。ありがとうございます。